2018年7月スイスの旅、7月9日スイスペンニネアルプスマッターホルンのふもとツェルマット。7月9日は快晴、ゴンドラリフトでクラインマッターホルンへ。大型ゴンドラに乗り継いで、標高3883メートルのクラインマッターホルン、ヨーロッパで一番高い展望台があります。ホテルブリストル4泊目の朝は快晴でした。5時51分、朝焼けです。6時5分、今朝の朝焼けは10点満点で8点。8時42分、快晴、マッターホルンバレーです。